夏の暑さ対策として神戸市が神戸高専と実証実験を進めてきたクールベンチが商品化に向けて企業と共同開発されることになり、今日お披露目の除幕式が行われました。除幕式には神戸高専の学生や企業の関係者らが出席し、クールベンチがお披露目されました。クールベンチは半導体素子のペルチェ素子が体の熱を吸収してアルミ板の座面が冷たくなる仕組みで、夏の暑さ対策として好評です。2年前から神戸市が神戸高専の学生と実証実験を進めてきましたが、今回企業側から打診があり、商品化に向けて共同開発することが決まったということです。始めの時からやっぱり道が見えない中頑張って作ってきて、それが形になって、で最終的にやっぱりコラボ、企業の方とコラボできるっていうことで、自分が作ったものがそうやって成果につながったっていうところで、やっぱり達成感というか嬉しかったっていう気持ちが一番大きかったです。神戸高専は今後企業と協力し、さらなる小型化や低コスト化を目指し研究を進めていくということです。